はい、日刊クラップストンプ宣言です。ハンバーガーママに潜入4日目ということだったんですけどね。電車をですね、環状線の内回りと外回りを、乗り間違えてしまって、気づいたら私イクのコリアンタウンに着いてました。今日はハンバーガーママにたどり着けるのでしょうかね。万が一たどり着けなかった場合、まあ、ここでね、韓国マジックにかかってですね、たどり着けなくなった場合は、高田くんと山ちゃんに望みを託してですね、ハンバーガーママ1週間チャレンジっていうのを観光しようとしておりますので、まあそれはそれ、その時はその時でございます。とかなんとか言うておりますが、無事にたどり着くことができました。ハンバーガーママ、4日目でございます。4日目。今日はランチタイムね、まあ夜が明けたら、朝日が昇り昼になったらランチタイムでしょうね。ランチタイムにお邪魔しております。今日はあまりの盛況ぶりにですね、ランチタイム の肉のパテが完売しているというすごいですな。というわけで11時半から毎日、オープンしているらしいので、詳しくは、インスタグラムもしくはツイッターフェイスブックのね、ハンバーガーママの、特設ページをご覧ください。なんでこんなに宣伝してるかというとですね、ただ単にチャレンジをしてるのだということですね。ではまた明日。